もしもピューティンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、ストーリー無視してモンゾーラに来ております。いろんな植物を集めようみたいなことをやっていて、その途中でモンゾーラでもキノコができるのかなみたいな感じでやっております。いろいろ好き勝手にやっているという、そういう感じですね。キノコを育てるためのこういう石をね、探しておりました。キノコ、キノコのこの元気の子、どこだっけな、キノコを育てる、もうちょっと欲しいね、これね。これね、モンゾーラにもあるんだよね、コケムシタ。ちょっとコケムシタ土を、モンゾーラバージョンのやつを持ってこよう。モンゾーラにもあるんですよ。向こうから行ったらいいかな。ああ落ちた。こっちから行ったらいいよ。まあ昔ね、モンゾーラでね、クリアする前にキノコできないかなって一生懸命やった時があったんですよ。その時ポケムシタトロを探して見つけた場所があるんです。今から行く場所以外にもね、確かね、あったような気がしますけどね、忘れちゃいましたから。ここに確かあるんですよ。こいつだとまだ戦ってなかった。ここにちょっとね、コケムシたやつがあるんですよ。ここら辺はね、あまり景観を壊したくないけれど、土を使って交換しようか。
もうないかな。まあ、ないか。ここにもあるよ。ここにもあるんだ。この石持って帰りたいね。今あるんだ。もういいか。持って帰ろう。ああ、モンドラでね、キノコを育てようと思ったことは何回もあるので、まだ一回もできたことないのでね、やっぱり無理なのかな。作り方が下手くそなのかもしれないんだけどね。
これじゃダメかな。なんでキノコ部屋なんか作れないかな。ダメかな。石をもうちょい持ってくるか。ここには行ってみるかな。ちょっと寝るか一回。珍しい植物ないかな。あ、どんぐりができてる。
あ、これまあいいや、これないねまだね。あ、でもあるけどね、ドロンコ部屋の中にありますけどね。これ持って帰りたいな、これ持って帰りたい。まあ家庭のそばにもあるけどね。花は集めらなくてよかったな、これ。花シーズを集めようかなと思ったけど、上にあるからな。モンドーラの植物をね、集めようみたいなことをやったんですけど、そんなに種類はないね。あとは野菜の花とかもあるんだけどね。これ、モンドーラ以外で持ってきたやつはこっちに置こうかなと思ったんだけど、あ、海藻系がね、いっぱいあるんだけどね、それを置いてもしょうがないかな、みたいな。キノコできないかな。こんなんじゃできないかな。まあいっか。花咲かじいさんになるか。やることがなくなっちゃったな。
全部で18個だから9個9個で使おう。やっぱりモンドラ回廊ですね。拠点の中の木もやりたいかな。拠点の中の木はあるかい？拠点の中の木、拠点の中は全部もう桜の木にしちゃったかな。この辺はね、天井が低いからね、木が大きくならないからできないんだ。松の木には使えない。あと8個、ツタの実ができております。あと8個、これもねできないのかな。あと8個じゃなくてあと7個かな。おお、いいね。あと5個。あと4個。あと3個。変えた木はね、使えない。あと3個。どれでもいいんだけどね。あと2個。まだここら辺はやってないんだよね。あと2個。あとは空っぽ島で使おう。じゃあ帰ろうかな。やることがなくなっちゃったな。あと1日だけ過ごして、ですね、キノコはできてないかチェックしてから。あー、しまっちゃった、間違えて。世界中の歯を1回預けて、
でかい獣の歯を預けて、ああもう夜だな、ワープしちゃえばいいんだよ。暇つぶしに、ブロックはまた余るね。まあ意味ないんだけどね、こっちも水浸しだから帰ろう。地獄がたくさんあるね。これ何の肉かな。あ、チキンをあげたから焼いてくれたんだ。これいいね、もらっちゃおうかな。卵をあげようかな。はい、寝て、キノコができてるかできてないかチェックしてハート集めて帰ります。できてないね。
解できないのかな。使い方がいけないのかもしれない。じゃあ帰ろうか。なんだよ君たちは。あ、もういいや。食べ物あげようかなと思ったけど時間切れで。時間切れだった。もう食ってくれた。キャベツでも入れるか。ああ、ちょうど食べ終わっちゃった。せっかく置いてあげたのにな。トイレに行くところ悪いけど。じゃあ帰るよ。今回はこの辺で終了いたします。モンゾーラ街道に桜の花がちょっと増えました。じゃあ今回はこの辺で終了したいかなと思います。ブロックが余るたびにこういうものを作ったんですけどね。今でもブロックが余ってるんですけど今は作る気分にならないな。ここはねマリウポリだったんです。帰ります。じゃあ今回はここまでにします。さよなら、さよなら、さよなら。